するしない？どうも、日向愛子です。今回は新企画麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考をすべて皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。では何2曲、トッポさんの親番ドラスーピンです。出だし9ピン、年次じゃなかったですね、意識的にこう自敗から切らないタイプってやっぱ重ねたら泣きたいよとかいう意識が高いんですか。まあ、小林豪プロだったり石橋プロだったりはこのファンパイを 2,3 枚ね、浮かせて重ねて 2,000 点とかを積極的に上がりに行くタイプですけど、村上さんはね逆にねファンパイ重ねても泣かないからあんまり先にね並べる1から遠のくなみたいな感じで切っちゃう。ただ今回はどうですかね、今ね1丁2丁3統一ドラありますなので、まあそういう手も意識しつつってなると、これがあるから本一はなりづらいんですよね、もうねすでにね。ということで普通か、何普通か、まあ、自然ですね。いつもそう字を切る人でもこれはこれを切るということでした、うん、ドラ筋のいいピンね、ピンの後に初と、うん、ね、一つ順番の持ち方がやはり薬杯の方がちょっと後になってますね、うん、そうそう、たださっきも言ったけどこれでパーパインパーピンとかチーピンチーピンはなさそうだよねっていうね、うん、そうね。でも E1 の後トーンなので、まあ、E1 近くは持ってないでしょうと、孤立牌の可能性が高い、そういうことですね、高い、うん、で、ちょっと面手も見えてきて、そうですね、ペーチャー出し中1枚ぐらいね、うん、だから何があるからちょっとこういうふうに切りやすいですよね、これって、うん、ペーは積もる1枚目も2枚目も、うん、今のところ泣く気はないです。さあ持つもん、シャー手出しでしたね、はい、2枚切れのシャー、はい、でまあ、今2枚切れになったんですけど、これもどっちかっていうと安牌、かなりの安牌候補をもう切ってるってことは、うん、まあ、自然に打ってるなとなりますね。お、安牌2組重なってまだ泣かないです。ただこれにくっついたら泣こうかなという感じですね。ほんと今ここがこう2枚あるんですけど、無理やり行ったりはしないんですか。しない、失ってまでまだはしない。あ、ごめんなさい、切ってないです、すいません大丈夫です、はい、なので、まあ、とりあえず自然に切る、泣かない、うもうちょっと伸びた時に泣く。これ一応まだ4ペースだからね、チートもあるから面前の可能性を、羽まん倍もまであるからこの漫画の先はしないということで、する、うん、ハネマン、バイマン、チートドラドラドラとね、うん、リーズもチートドラドラウラウラが最高です。スルーですね、スルーしました、うん、もちろんね、泣く手もありますよ、もちろん。お、いいピンが手出し、泣く方も結構いそうですよね。これね、ちなみにですけど安牌切ってまで1ピン残したってことは、ドラが数ピンだから1ピン孤立合いなわけないよね、さすがに。ってことは2か3は絶対持ってますね、はい、となりますよね。3色目を見るとかも、うん、まあ、E1 から切り出したし、結構ドラ表が3ピンだと3色残しの1ピン孤立ってのほぼないんでね、うん、じゃあ今、まあ、2か3を持ったところにドラが来たパターンとかもあるんですね。そうだね、1、2、今4ピンとかはある、そうそうそう、何にせよ2か3は持ってるよというかですね、必ずや。はっ、あー来たこれをこうなるといいですか。そう、次は泣きやすいです。ほう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 、まあ、もちろんね、あんま嬉しくないですね。3とか5は良かったけど、これで大体1ピン切ってカモフラージュになってるし、うん、さっきよりだいぶ泣きやすいですね、うんうん、次は全部泣こうと思います。はい、泣くときは手を上げて大きな声出します、うん、お、一つの、あ、急走手出し、ね、うん、これとこれは重ねたら嬉しいやつなのに、うん、急走手出しなんでやっぱ急走のそばはありそうですよね、うん、とか、リャンカンでね、カンロウソウもあったとか、うん、何にせよ、やっぱ、8か7は持ってる、これ2か3は持ってる、うん、みたいなね。こういう一品がね、手出しだったら、うん、2も3も持ってないことありますよね、う
その場合結構早く怖い。これ今つもぎだったんで、やっぱりニカさん持ってるんだろうなと。はい、僕はまあこうちょっと厳しいなとは思いつつも、そうですね、思いつつも行きますよ。来たよ来たよ。これいろいろ見えると厳しく感じるところが多くなったりするんですね。しょうがない。でも引くときは引くから、はい、そう、一応読みは入れるけど、あんまりね悲観的になりすぎない方がいいですよね。さて、ケイソの後がヤンピンだってさ。ヤンピンはね、あのドラが数ピンだから孤立杯でも引っ張りますんでね。そうですね、ちょっと周りがあるかどうかは分かりづらい。未知数、そう、未知数9番つもりでしたね。はい、だから確実なのはこれの周りがあるのとこれの周りがあるのね。ションパイの白をホイポンです。来ました、トイメンが白をポンして、ポン出しがパワーワン。あら、9番つもぎったのにパワーワンって出しということは、はい、うん、ペンチューは単純に払っていったのか、うん、まあ、8の、まあ、7持ってたら9切らないから、そうです ね、 ね、だから66とか6、4とかあるけど、単純にまあ何もないか6があるパターン、どっちもまだちょっと分かんないかな。次の手出しで分かる感じですね。はいはい。そういや、はい、でこれは、危ない方先に聞きましょう。はい、はい、3から3からで、下茶の親が急走手出し、両ピンとしのピンローピン。あー、まあ、これもねドラスピンなんで、両方とも孤立でもこの手順になることもあります。まあ、でも内側の牌が出てきましたね。そう、現実ね、やっぱ一応レンツぐらいはあるのが普通かな。9番はつもぎりでした。はい、急走が手出しだった。急走が手出し、これもさっきと理屈と一緒で、はい、これ安牌のシャー切った後に一品だから一品孤立はない、反対なわけじゃない。そうで、この白もこれもう日本一安牌じゃないですか。安牌です。それを切ってまで急走を残す理由があるってことは、はい、急走周りなんか持ってますよね、うん、絶対、うん。まあ、3色狙いで急走引っ張るが、うん、7、8、9ですか。一応あるっちゃあるけども、まあ、普通パイ入りでパーソーガチソ持ってる、ここもパーソーガチソ、持ってるって話したんだけどね、うん、そうだよね。だからまあ別に想像の上は結構ここにこことここにも入ってそうな感じしますね、うん、はい。はい、で私は全然引かない。これももうもし白ポンでポン出しパーワンでテンパったとしても、ドローワンヘッドのね、なんかリアンメッテワッタとしても、もうそれはもう分からないし、しょうがないっつって切る、諦める。この順目はまだ諦める。自分がね、うん、まあまあですよ ね、 やる気出るターンですからね。そう、やっとなんか漫画見えた気配が来たんでね。はい、悩んで9番つ、この悩んだのは多分何杯だから後回しするかどうかでしょうかね。泣き仕掛けをしているトイメンの安牌。そうですね、ローアンもつもぎりだから、やっぱペンターをただ単純に剥がしたかな。ペイが安牌になりました。ほい、これも安牌だわ。じゃあこれでね、そうですね、安牌2個抱えつの満願でアンシャンテン、パワーもつもぎり。本出しパワーの当たずつもぎりつもぎりですね。大手出しが来ました。数層、はい、まあ、これ多分孤立杯とペンチワンの比較だったというよりは、数層の近くが持ってそうですよね。そうですね。うん、なのでただ数層の近くが町になってるのか、はい、で今なんて出しましたね、うんうん、そして僕なんとですね、うん、パッはい、何を仕掛けました。で、より安全な方を残すので二人の現物の手かな、ね、トンも2枚切れですけど、ここは一応トン短期がありますからね。そう、はい、ペイはペイ短ペイではなくて、うん、かけてる人のペーターも別にトンタンクもあるんで、はい、トンから切ります。で、ちょまんごにしちゃうんで、キャンピン手出し、ロッピン手出しの後にパーソー手出し、うん、あ、まあ、これさっきも言ったけど、急走を切ってる人は、まあ、パチも持ってるってさっき言ったんですけど、パチも孤立で引っ張るわけないんで、うん、やっぱロック走とか持ってそうなんですよね、川的にね。あ、これ E1 手出しだったね、はい、はいはい、数走周りも E1 周りもあると。今はスライドもありますね。ありますね。2差しが普通に1、2、3が2差しになったケースもありますよね。でこれテンパイだったら、例えば山さんはヘッドの、まあ、なんか他のところ、はい、でもありますけど、なんですよね、ちょっとね、自分の手がいいんで、ここには宝珠覚悟でちょっと押したいと思います。戦う価値があるってことですね、はい、ただし、親に2回来た時は、
ちょっと引きそうな感じですよね。アンパイいっぱいあるしね、はい、っていう感じのバランスで打ちたいかなと思いますね。じゃあ、あの仕掛けに対しての危険牌はまだまだ切るよってことですね、うん、そうそうそう、アンパイがハック、ハツ、チュン、うん、で自分が何も投げてるんでもうないんですよ。高くなるのはドラだけ、はい、うん、で染めてる手配でもないから、そうですね、もうドラが何枚かだけなんだけど、一応ここに1個あるし、うんうん、ここもなんかねこう手出して1個ぐらい持ってそうだなって、あってドラドラぐらいが高くて、そう、ね、うん、もっと安いと思うんだけどね、実際には、うん、2000点か1000点かなっていう僕のイメージ、はい、なので、うんうん、押します。ほいさっさとよりアンパイきたんで出てきます、うんファースト手出しの後はチビツモギリ、まあこれもね親もやっぱね、はい、打ってもいいやって感じで言ってますよね。でもこの牌にもね、うん、声は出てませんもんね、仕掛けてる、まあそうですね、まあ、結構ポン出しパーナーと結構あの濃い数層と言わんって2回手出しが入ったんで、うん、あ今なんて出ししたね、トイツ落としだ、これ結構怖いですよ。トイツ落としを今してるってことは、うん、なん中盤なんですけど、はい、ダブナン一応じゃないですか、うん、彼がダブナンを泣かれてもしょうがないっていうぐらいの手配が入ってて、なおかつなんといつよりもいいターツばっかりだから、これ単品系ってことですか。単品ドライチの2、3点ぐらいは入っててもおかしくない。まあただ闇点はねちょっとそれこそケアしてもこれ通る範囲ないから、うん、今のところ皮が強すぎて、はい、そう、ね、切ってなので闇点で単品ドラドラって言われたらごめんなさいでいきます、うん、2から8ですからね、ドラ通ってないです、ね、もう何にも通ってないんで、うん、ここは基本的にはまあ、ムシムシかな、だから親が一番リーチ効いたら怖いかなっていう感じでいきますね、はい、うん、はい、全然張らない、だこれはものすごい危ないです、うん、例えばこれは管理案からリアンガンだったってこともありますよね。そうですね、この筋一本出てないから、はい、だとしても、まあ、多分高くて2000点リアン、うん、まあすごい高いと残機だけど、はい、でも2000点か1000点なんで、うん、打ちます。あーっとやめて入ってた、単品ドラドラ、あちらでした、やめて単品ドラドラやめて、あー単品ドラ1よかった、はい、ワンちゃんの形でしたね。まあでもこれ確かなんと一同士でタンヤをもう張っててしょうがないですよね、うん、これは諦める、参りましたっていう報酬です、うんうん、はい、僕も一番がいいシャンテなんで、ただね、読み通りやっぱ3ピン統一なんで自分の上がりは苦しいですよね、うん、うん、はい、言った通りでしたね。まあでも2か3って言ったからね、まあどっちかは当たるんだけどね、うん、なんはい、